ああ、消えちゃった。あれ、そなた、そなたちゃん。そなた、大丈夫？そなた。あれ、そうか、私たち映画館に入ってきて、そしたらいきなり綺麗なものが。カノン、教えて、どうしたらあんなことできるの？なんで消えちゃったの？もう一回見るにはどうしたらいいの？あのドレス、ヒラヒラして綺麗だったね。360度の映像はどうやって撮影するんだろう。すごい綺麗な人だった。もう一度見たい。お願い、カノン。ごめんなさい、私、あれがキネオーブの映画だってことしかわからないです。そうなんだ。セレナ、直せないの？私を全知全能の完璧な神だと思われては困るよ。直せないってことだね。いったー、叩いたら直らないかな。直れ、動け。ダメだ、そなた、映写機は精密機械だし、おまけにこれはかなり古っぽいから扱いには注意しないと。残念だったね、そなたちゃん。仕方がない、世の中にはできることとできないことがある。セレナのお裁縫とか、フィナの数学とかね。キャロちゃん、ひどい。キャロにチョップしていいぞ、フィナちゃん。やめて、待て。そうだ、どうしたんですか？わからないんだったら、わかる人に聞けばいいんじゃない？わかる人？誰？それはバレルの誰か。遠回りな方法だな。でもそなたちゃんが見つけたいって言うなら協力するよ。だってそなたちゃんが自分でやりたいって言い出すのって珍しいもの。そういえばそうかも。はいはい、私も聞き込み参加する。仕方がない、私も手伝おう。私も本当。ありがとう、カノン。じゃあね、まず機械物に詳しそうなコーダさんでしょ。それからパーレルの歴史を知ってそうなのはシャンテさんかな。よし、フラゼさんも。オールディさん、さっきの大海流のせいか。まあでもオンボロ映画館だ、この程度で済んでよかった。オールディさん、ここのこと知ってるんですか？知ってるも何も、昔は何度も映画を見に来たよ。懐かしい場所だ。へえ。でもまあ設備が古くなってお客さんも減る一方だったし、ずいぶん前に閉館になった。閉館？そう。さあみんな出て、ここは立ち入り禁止だよ。やだ。ん？どういうことだ？こんな素敵なところどうして立ち入り禁止にするんですか？どうしてって言われても、もうずっと使われていなかったんだし。第一、何か事故が起こって怪我をしたら危ないだろう。でもほら、こういうこと。さっさと出て。私はこれから他の場所を見回ってくる。君らはこのまままっすぐ寮に戻りなさい。カノン、カノンにも荷物が届いていたよ。それをちゃんと片付けるようにね。はい。残念だったね、せっかく楽しそうなところ見つけたのに。でもアルディさんの言うことはもっともだ。そんな危ないかな。あ、そなたさん。あ、ごめん、今行く。そなたちゃん、映画館のこと気になるの？なるよ。でもしょうがないよね、アルディさんが禁止って言うんだもんね。それよりカノンの荷物。お菓子とか入ってないかな？一口ちょうだい。
その代わりお片付け手伝ってあげる。え、呆れた。キャロはカノンのおこぼれに預かるつもりだぞ。だって都会のお菓子って気にならない？きっとすっごくおしゃれなんだと思うな。片付けは一人でできます。断られた。でもお菓子が入ってたら一緒に食べましょう。やったってごめんね。でもこっちもびっくりした。すみません。責めてるんじゃないの。なんでここに来たの？そなたさんがいなかったからここかと。え、なんですぐ分かったの？普通に。普通に。どうしよう、アルディさんにバレたら。私絶対に言いません。そなたさんが映画館が好きなことわかりますから。違うの。好きっていうか、もちろん好きなんだけど、こんな気持ち初めて。あのね、あのキネオーブの絵がこういっぱいに広がった時に胸がギュってなって頭がふわってなったの。だから絶対もう一度見てみたい。あのドキドキとワクワクとハラハラキュンキュンを感じてみたいの。だからアルディさんにはダメって言われたけど、こっそりなんとかしようって思って。なんとかなりそうですか？でも諦めないよ。まだ始めたばっかりだし、少しずつでも。私も手伝います。私が箱ごと押しつぶしちゃったから形がちょっと。全然大丈夫、おいしい。よかったです。手伝ってくれるのは嬉しいけど、なんで？それは結晶の中でもうずっと眠っていたいと思っていた時に小さな声が聞こえてきて。何の声？多分そなたさんの。私？その声がとても優しくて楽しそうで、だから私外に出ようって思って。そなたさんが私を外に呼び出してくれたから、今私はここにいるんだと思います。そうなのかな。本当にこのマドレーヌ美味しいね。もっと食べてください。え、いいの？どうぞ。こら、みんな。そなたちゃんもいなかったからここだと思って。お菓子二人占め禁止。あ、どうぞ。なんですぐわかったの？それはだって普通に。普通にね。ダメだ、みんながこんなに簡単にわかっちゃうんだもの。
ルディさんにだってすぐバレそう。大丈夫、私たちが手伝うからさ。いつもはみんなのことを一番に考えて、あんまり自分のことを言わないじゃないか。そなたちゃんが珍しくやりたいって言い出したことなんだもの、手伝わせて。みんな、なるほど、バターをたっぷり使っているんだな。香りがいい、形も素敵。ちょっと潰れてるのが可愛いよね。私よりお菓子の方がいいんだ。そんなことないけど、これ美味しいよね。ボランティアにはこういうのがいっぱい。